どうも皆さんこんにちは、チャクワスです。本日はですね、先日、ね、アラスカ航空のマイルの解約はですね、アナウンスなしで突然ね、えー、発表されたわけなんですけども、まあ、このね、解約を受けましてですね、マイルの交換先でどこかね、他にいいとこがないのかな、なんていうふうにね、思ってる方結構多いかな、なんていうふうに思いますので、今回の動画ではアメリカン航空のマイルについてですね、解説やっていきたいなと思います。 ということで、個人的にはですね、アラスカ航空はね、残念ながら、解約になってしまいましたので、次にね、お得に利用できるね、航空会社、マイルね、お得に利用できる航空会社っていうのは、まあ、アメリカン航空になってくるのではないのかな、なんていうふうに思ってるんですよね。もちろんね、ユナイテッド航空もね、お得に利用することができますので、まあ、あの、行き先等々でね、あの、利用していただければいいかなと思うんですけども、まあ、アラスカ航空自体もですね、解約にはね、 大幅になりましたけども、まだね、ハワイ路線がエコノミークラス JAL、えー、サーチャージなしでね、3万5000マイル、えー、キャセイだと東京本校エコノミークラス1万5000、ビジネス2万2500、キャセイ。 香港、シドニー、ビジネスクラス3万マイルだったり、キャセイですね、東京、香港、ニューヨークが5万マイルだったり、フィンエア、東京からヘルシンキ、パリとかが3万2500マイル。こちらエコノミークラスですね。東京、フランクフルト、ジャルビジネスクラス7万マイルといった感じで、まだね、お得に利用できるところはね、あるっていう風になりますんで、アラスカ航空のね、マイル残ってるよっていう方は、まあ、ここら辺でね、利用していただくのもいいですし、まあ、ここら辺狙ってね、利用していただくのもね、いいかななんていう風に思うんです。 ですけども、まあ、今回ねアメリカン航空のマイルのね必要マイル数もねこちら知っといてねまあ、損はないんじゃないかななんていうふうに思いますので気になる方は是非ね最後までご覧いただければなと思いますではまずですねアメリカン航空のねマイルを食べる前にですね一番知っといていただきたいんですけれども これアメリカン航空のマイルはですね、マイル自体をね、貯めるのが結構難しかったりするんですよね。まあアラスカ航空と同様で、マリオットボンベホテルポイントからね、基本交換、もしくはロケットマイルって結構前ね、私の動画でも紹介させていただきましたけども、まあロケットマイルズっていうホテルを、えー、アメリカン航空のマイルを貯める形でね、宿泊していただくと、まあホテル泊まるとね、マイルがもらえるっていうね、まあロケットマイルっていうのはその、そういったホテル、 えー、予約サイト。まあ、じゃらんとか、まあそういうのと一緒な、一緒な感じなんですけども、そこから予約していただくと、宿泊後にですね、マイルがもらえるみたいなね。 まあ、ロケットマイルはね、そういった感じなんですけども、まあ、こういった感じでですね、非常に貯めづらいっていう風になりますんで、まあ、基本的にはですね、こちらのマリオットアメックスから、まあ、交換していただくね、形になるのが一番多いかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、私の動画でずっと見ていただいている方はね、知っている通りですね、2021年の11月頃からですね、6万ポイントを一気に交換した時の、 5, マイルのボーナスなくなくってる航空会社がありますよねこの中にアメリカン航空がね、入っているっていう風になるんですよね。昨年11月にアメリカン、アビアンカ、デルタ、大韓航空に関しては、6万ポイント交換した時の2万5000マイル。 こののマイルのねボーナスっていうのがなくなってしまいましたのでここでですねアメリカン航空入っているっていう風になりますんで6万ポイント交換しても2万マイルにしかね交換することができないって言いたがちになるんですよねですので従ってね還元率も1%っていう風になりますんで、まあ、この点はねちょっと残念ポイントではあるんですけどもアメリカン航空のマイルを貯めるってなると、まあ、こういった形になるんですよねでアメリカン航空マイルのねおすすめのルートなんですけども東京 アジア間ですね。アラスカ航空でね、利用されてた方は、えー、エコノミークラスが1万5000マイル、ビジネスクラス2万5000マイルでね、JAL のビジネス乗れたりしておりましたよね。で、アメリカン航空になるとどうなるかっていうと、アメリカン航空だと東京アジア間3万マイルビジネスクラスでね、えー、利用することができるっていった形になります。 ですので、アラスカ航空に比べると、プラス5000マイルっていう風になるんですよね。で、ビジネスクラスね、3万マイルなんですけども、エコノミークラスは2万マイルなんですよね。ですので、その差1万マイルしかありませんので、まあ、基本的に利用していただくンはね、ビジネスクラスが、まあ、おすすめっていう風になってくると思うんですけども、アメリカン航空ではですね、東京、アジア間がですね、3万マイルでビジネスクラスに乗ることができます。で、こちらはですね、アメリカン航空の必要マイル数のね、マイレージチャートなんですけども、 アジア1、アジア2っていうのがね、あると思うんですけども、アジア地域1っていうのが日本と韓国、アジア地域2っていうのがそれ以外のアジア地域っていう風になりまして、またですね、インドありますよね。インドがこのアジアからですね、別にね、組まれてるっていう風になりますんで、アラスカ航空の時は東京アジア間で、この最長デリーまでね、一区切りでされてたわけなんですけども、 アメリカン航空の場合はですね、インドはね、別枠っていう風になっておりますんで、東京からデリーまでね、発見した場合は、ビジネスクラスだとね、4万マイルかかってしまうっていう風になりますんで、アラスカ航空だとね、ここまで2万5千までね、利用することができたので、まあ今考えるとね、本当にめちゃくちゃお得だったなっていう風に思うんですけども、アメリカン航空の場合は、 こちらね、4万マイルになってしまうっていう風になるんですよね。で、アメリカン航空のね、一番の、まあ有名、多分これが一番有名路線だと思うんですけども、中東路線がね、非常にお得っていう風になってるんですよね。東京から、 え中東路線、ドーハとかね、行く場合、カタールのね、ファーストクラスで利用する場合、5万マイルでね、利用することができたりするんですよね。こちら、東京からバンカク、ジャルのビジネスクラスで行ってえ、バンコクからドーハ、カタールのエアバス308のファーストクラスね、発見していただいても、こちらね、5万マイルで利用することができるんですよね。しかもね、サーチャージかからないっていう風になりますんで、かなりね、いいですよね。私もね、このカタールのね、 ファーストクラスっていうのは次回ね、利用してみたいな、なんていうふうに思ってるんですけども、これがね、多分一番有名路線ではないのかな、なんていうふうに個人的に思ってるんですけども、まあこういった感じでね、利用することができます。で、それ以外ですね、国内路線もこのアメリカン航空ね、利用することができます。JAL のね、国内特典航空券も発見することができて、国内に関しては 一律7500マイルっていう風になります。ですので、東京から伊丹とかね、行っちゃうと非常にね、もったいない感じになるわけなんですけども、東京から宮古、石垣とかね、ここらへ行っても7500マイルからね、利用することができるっていう風になりますんで、長距離になればなるほどね、お得になるっていう感じですかね。それ以外は東京、ハワイだとエコノミークラス32500マイル、東京からインド、デリー、モルディブが4万マイル、東京、ドーハ、ビジネスクラスが4万、ファースト、 5万東京からトルコ。これね、75000万マイルでね、利用することができるんですけども、これね、経由地がロンドンだったりするんで、結構面白いですよね。東京からロンドンに行って、トルコっていう感じですね。あと東京からフランスがえビジネスクラス75000万マイル。 あと、東京から北米ビジネス6万マイル、ファースト8万マイルですね。ですので、ここら辺とか、アラスカ航空の時はね、あの、東京から北米路線ね、ファーストクラス7万マイルで利用することができてたので、ま、プラス1万マイルですね、ジャンルのファーストクラスの、この東京北米路線もね、利用することができます。またね、この北米からですね、別の都市に行くのもですね、結構ね、お得なルートがございまして、ニューヨークからドーハ、こちらカタールのビジネスクラスで7万マイル、またね、 ニューヨークからモルディブとかスリランカ、インドのデリーぐらいまでですね、こちらね、7万マイルで行けるんですよね。これね、非常に、あの、距離的にね、長いので、これがカタール航空ビジネスクラス7万マイルで行けるっていうのは、えー、かなりね、いいですね。またね、北米から、えー、アフリカ路線、こちらカタールのビジネスクラス7万5000マイルとね、利用することができるっていった形になります。 ですので、アメリカン航空自体はですね、非常にね、お得な路線もえ多いっていうふうになりますんで、ぜひね、アラスカ航空でちょっとね、今後ね、どうしようかなって思ってる方はですね、このアメリカン航空に、ね、アカウントを作ってアプリ入れるだけで、路線ね、あのー、マイルで調べられたりね、いたしますので、ぜひね、チェックしてみていただければな、なんていうふうに思います。 このね、アメリカン航空はですね、電話でね、発見にはなるんですけども、最大片道4区間までね、発見することができるっていう風になりますんで、理論上はですね、札幌、羽田、香港、クアラルンプール、シドニーみたいなね、まあこういったのも、ドーマイルでね、発見することもできるっていう風になりますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。 まあ、こういった感じでですね、結構ね、スイートスポットもあるっていう風になりますんで、このね、アメリカからインドまでね、7万マイルで行けるっていうのはね、かなりすごいですよね。だから、東京からアメリカまで、まあ、JAL のファーストクラス8万マイルで行って、アメリカからインドビジネスクラスで7万マイルで、え、アメリカからインド行って、インドから東京を JAL のビジネスで4万マイルでね、これで世界一周みたいな。 まあこういった感じでもね、利用することができるっていう風になりますんで、アメリカン航空もね、かなりね、あの、使い勝手が良さそうですので、次回ね、行けるチャンスがあったらですね、ちょっとアメリカン航空のマイルね、使ってね、海外旅行をね、行きたいな、なんていう風に思います。 それでは次にアメリカン航空のね、マイレージプログラムの基本情報をね、おさらいね、しておきたいなと思います。ちょっとね、これこに出しておきますけども、まず発見自体はですね、片道発見もできますし、誰にでもね、発見することができます。で、アメリカン航空のマイルはですね、米国のね、マイレージプログラムなんですけども、有効期限がね、あるんですよね。こちらね、 増えたり減ったりすればね、延長になりますんで、ま、あ定期的にマイル交換していただければですね、実質無期限でね、利用することができるんですけども、有効期限があるっていうことは、覚えておいていただければなと思います。で、発券手数料ね、無料っていうふうになっておりまして、片道発券もね、利用することができます。またね、変更キャンセルとかもね、無料で利用することができますし、またね、サーチャージがかからないっていうふうになりますんで、これはね、本当にいいですよね。だから今ね、アラスカ航空で、 サーチャージかからないんでね、利用したいっていう方で、今回の解約でね、どうしようかなって思ってる方は、アメリカン航空のね、マイルで利用していただくのもですね、かなりね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回ですね、アメリカン航空のね、マイル解説させていただいたわけなんですけども、アラスカ航空のね、東京アジア館、JAL ビジネスクラス2万5000マイルね、利用されたかったっていう方はですね、 あの、アメリカン航空のね、マイルで今後ね、3万マイルで利用していただくのもね、かなりいいのではないのかなと思います。まあちょっと5000マイル増える部分と、あの、デリー、インドのデリーまではね、ちょっと行けない部分はありますけども、まあ、5000マイル増でですね、JAL のビジネスクラスね、利用することができるのであればですね、結構ね、いいのではないのかなと。 思います。またね、あの、海外のね、ブログとかを見てると、エディハド航空のね、ファーストクラスアパートメントっていうね、エアバス380のね、非常に豪華な機体があるんですけども、機内にね、シャワーとかね、ついているやつなんですけど、それもね、一応発見できるそうなんですよね。一応電話は必要っていう風になりますんで、 今後ね、利用できるかどうかちょっとまだわかんないですけども、私ね、去年、世界一周ね、利用させていただきましたけども、機内でシャワーっていうのはですね、今のところね、経験がないので、機内でシャワーとかね、ちょっと憧れですよね。はい。ということで、今回ですね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。